にボケていただくって大丈夫なんで、はい、自由が一番難しいんですよ、はい、いやだ、うん、俺言われたことあるこれ、うん、なんだろう、待て待ておじさん出ましたよ、待ておじさんが買いましょう、半端ねえいやもう次客半端ねえ、まあ、まあ一番安いやつ、こいつら嫌な芸人だなと思ってるだろうな。どうもブロック TV です。本日のゲストはトータルテンボスのお二人です。よろしくお願いします。100ボケ100ツッコミが、はい、現在874万回数。すごい、バズりまくってます、ね、バズりまくり。ドブロックのもすごいですもんね。ドブロックの1020万再生、その2つに二平ちゃんが出てるんですよね。そうそう、だから二平さんは2000万再生、2000万の女、2000万の女、ちゃんがすごかっただけなんじゃないですか、うん、いやいや、でもこの間出てもらった生配信の邪魔するやつ、はい、もう200万再生ぐらいで、ほんま言ってんだ、あれか、芸人トーク、はい、嫉妬した芸人100万再生いってる、持ってますね僕らも。あるね、ありがとうございます。親和性があるね、ノブロックとはねということで今回の企画はですね、これちょっともともと寝かせてた企画で、どうしてもトータルにやってほしいんですよ、はい、今回の企画はこちら、トータルテンボス打ち合わせでは見えない連発なのに本番では安いボケしまくりドッキリなるほど、なるほど、なるほど。やっぱりバラエティディレクターが一番嫌なやつは、持ってって、はい、いやちょっと見えないですねって言われると、はい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 、見えないを連発してすげえ難しそうなのに、本番が始まると、目先の手持ちのギャグとか、安いボケギャグに走る、やる、嫌な芸人だな、実際にあったんですか、そのモデルがいたんですか、そういう、これはね、モデルがいたんですよ、いたんですか、ただモデルがピー入れてますけど、はい、なんです、あー、わかるだろうなと思う気難しい男ですからね。そうそうそう、あのだから俺は打ち合わせててよかったのよ、真面目なんですよ、ね、ネタ詰めようよ、はい、ただ始まってすぐ全部持ち逆だったから、はい、だから、はい、あのシリアスな打ち合わせ何だったんだろうなっていうのがこの企画の原型です。まあそういうようなお笑いディレクターあるあるね、はい、実体験をもっと ひどくというか、はい、何倍もして、はい、あのやってほしいという。で今から2人にはターゲットの女性と3人で2000のネット料理番組に出演してもらいます、はい、でそちらでその打ち合わせでディレクターからボケてくださいって指示が出るので、異常なこだわりで、まあ、5年まくり打ち合わせをもう最悪の空気にして、はい、で始まったら、はい、本当にその打ち合わせ何だったんだ、お前らのそのお笑いのこだわり何だったんだっていうぐらい安いボケを連発してほしいっていうなるほど、うん、面白いな。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ターゲットはグラビアアイドルの食べ沼ゆいさんです。21歳、偽番組は今回メニュー、テイクアウトアプリのメニューのホームページで流すネット料理番組と言っております。あ、さあトータルテンボス入ってきました。おはようございます、よろしくお願いします。タレ沼ゆいです、お願いします。お願いします。タレ沼さんも緊張してるだろうな。トータルテンボスってほんのちょっと策略あるもんな。はい、タレ沼です。同じ時間分かんない。リアルに今回はちゃんとトータルテンボスが入ってきてからピンマイクをつける、はい、あ、栃木か、はい、彼氏いるんですか。彼氏ね、可愛いから綺麗だからいるのかな。こうやってカルボケね、いないですか、まあ、いても言えないですね料理は好き、得意、え、もう本当なんかうどんチンして混ぜるだけとか。いやいやいや、難しいですよ、あれもなかなかね。できるんだ、チン。できます。ちょっとね、加減むずいもんね。100ボケ100ツッコミじゃないぞ。まだちょっとできないね、チンは。さあ、間もなくディレクター来ますんで、そこから見えないドッキリが始まります。おはようございます。さあ、ディレクターです。おはようございます。ディレクターの樋口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、今回、はい、まあ、見ていただいた通りだと思うんですけど、はい、デリバリーアプリのメニューさんが、チャンネルでやらせていただくということで、はい、会社みたいな、会社ですね、あのデリバリーアプリの会社、アプリの会社、はい、はい、そうですね、最近流行ってるバズる料理をお三方で作っていただこうっていう企画でございます、はいはい、で今回作るのがこのハンバーグですね、ゆで玉とろりハンバーグ、はい、はい、そうですね、で、まあ、作りながらちょっと面白いことを言っていただこうかなというふうに、はい、思っております。面白いことっていうのは興味を引くような感じ、いや、自由にボケてもらう、あの自由にボケてもらうっていう感じですかね、はい、ボケいります、そうですね、あの楽しくこう食べ物扱う系で、はい、あんまふざけると苦情来たりとかね、
あるから結構炎上したりしますよね最近ご時世はね、なんか難しく急にピリッとした。まあ全然あの自由にボケていただくって大丈夫なんで、はい、自由が一番難しいんですよ嫌、はい、だ俺言われたことあるこれなんだろう、ね、芸人に言われたことあるキュッとする胸が笑いって結構構築だから、はい、いきなりボケてもっていうのもあるんで、あでもなんか何でもいい、何でもいいんですよボケ、何でもいいんですよねボケっていただいて、それってディレクションできてないと思うんですよめんどくせえ。立野さんどう見える、どういう感じなんですか、楽しいボケって言ったらじゃあ例えばどういうこと、楽しいボケ、うん、まあでも確かにそうですよね、なんか食事が近いってなるとなんかそうそこなのね、うわうわ立野さんマジ大変な現場来たって顔してる、結構その安薄い感じをしたくないというか、あなるほど、あ やるからにはね、だからみんなが笑うって本当に面白いことだったらできるんですけど、結構センスでいきたいんですよね、軽い感じでやると、それはそれこれはこれでこっちは楽しくやれませんからね、それはそれでこれはこれであの楽しく今回やっていただけませんか、それはそれってどういうことですか怖っ、まあ、ハンバーグはハンバーグでっていうこと、はい、いやっていう方ちょっと見えないな、とにかく見えないんだよな、見えないですか、考えさせてもちょっとあのスタッフと相談してきますんで、上と相談してください、ちょっと待ってちょっとごめんなさい、ちょっと上と相談させていただきますんで、一、はい、回外させて、はい、ちょっと一回相談させていただきます、失礼します、ごめんごめんこれは怖いぜ、雑でしょ言い方が、うん、何でもいいんでとにかく楽しくボケてくださいって、これ一番難しくて、とりあえずなんか面白いことやってが一番腹立つというか、そう難しいですディレクター裏で悪口言ってんのにこいつら嫌な芸人だなと思ってるだろうな、立野さんお笑いのこと分かってないやつがああやって平気で言うのおい半分本音入ってんじゃねえかよ芸人と仕事したこと、あ、ちょっと、はい、あの上と話したんですけど、上と話したんですけど、はいはい、できる範囲でボケていただく、できる範囲でボケていただくっていうのでできないですかね、あくまでもボケては欲しいと、そうですね、はい、まあ、できる範囲ってことであれば、まあ、最悪できなければもう無ボケでもいいってことですか、できればその食材とかいろいろ使ってあの楽しいボケが欲しいんですけど、すごい分かるんですよ、あの分かるんですけど、僕らって、はい、もしうめえな今日聞いたじゃないですか、それだったら1週間ぐらい前からこれくださったらボケ考えてきてやるんですよ、十分だな、これって配信ですもんね、あそうですね、はい、ずっと残るやつですか、アーカイブ的に、そうですね、うわ、はい、そうなると安いボケはできないですね、残っちゃうんで、ブランディング大事にしてるんで僕ら、なるほど、はい、一ボケ一ボケに本当に神経すり減らしてるんで、はい、そこだけは分かってもらえると申し訳ないです、本当にもうやれる範囲で、はい、分かりました、料理をやって、本当にその料理を、はい、していただければと思いますので、はい、最悪の空気お三方入られます、お願いします、お願いします、じゃあ、 あのお二人をほんとやれる範囲で、はい、わかりました、大役の空気です、じゃあ本番いきまーす、さあよーいスタート、メニュープレゼンツ、ネットで話題のバズりクッキング、よいしょー、クッキングバズ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 、はい、始まりました、はい、始まりました、クッキングが、はい、はい、この番組は巷で噂のバズっているレシピを紹介する番組でございます、巷ですよね、はい、山水がついたら港になりますもんね、くだらね、レシピってのはレシットピットのレシットピットじゃねえよなんだそのブラッドピットみたいな、あ違うんだ、レシピっていう言葉があんの、レシピですね、レシピです、なるほど、わかりました、知らないね、レシットピットなんで、お二人は普段料理とかされますか、うん、僕はね、いや料理なんか女のやるものだからね、あじゃあダメだね、あ、まずいね、今こんなこと言っちゃいけないね、女はやめた方がいい、いやマジで食べてもさ、こいつらと何なんだって言ってるよね、女絶対絶対言うな、わかりました、なんて言えばメスだよ、ダメだよ、あ、そうなんだね、ごめんなさい、今回ご紹介するレシピは、はい、とろーり半熟ゆで卵 in ハンバーグです、ハンバーグでさ、恥ずかしくないんだ、ハンバーグでしょ、やりやがった
さあそれでは早速作っていきましょう、はい、いきましょう、はい、ちょっと手を洗わないとね。そうだね、衛生的にね、はい、衛生放送まだ洗ってないからね、はい、衛生放送ですからね今日ね衛生放送いや、ね、苦情もねボケね。ここですか、なんかつけた方がいいね、アルコールか、うん、まあ、これで洗う。いや食器用洗剤だな、洗剤で洗っちゃおうかな、食器用洗剤だなそれ。いやこれね、やっぱこういうの見せるの大事ですからね、うん、一回ねやっとかないと。そうだね、本当にこういうの本当に、あやりすぎだね、いやいやいやいらないいらない、そんなに遠山みたいになってるから遠山の金さんみたいになってるから、しっかりね、桜吹雪がないだけ。肩から見えない、肩からじゃないよね、一個も高級のボケが生えてるけど、ね、早速行きましょうか、行きましょうよ、はい、はい、はい、ここまでで OK です、はい、それです、はい、はい、ちょっと見えないな見えないですか、うん、あでも結構なんかボケ、でも結構ボケ入れてくださったので、はい、あれ使わないでしょ別に、まあまあその、うん、何も大したボケじゃないしな。そうだね、あでも結構良かったです。あ、どうですか、はい、こっからのボケはもう結構使うんで、もうがっつり何でもボケていただいて、何でもボケていただいて、ないってちょっと見えないんで、あれ手洗いとかだったからもう食材使ってから浮かんだら行きますけ けどないよ、もうほぼないと思う。なんか食材でいろいろボケていただいて、まあ、食材とかでいろいろボケていただいて、絶対ダメだって今、それはもう絶対絶対しない、それは見えない、なんでだよ、さっきまでボケてたやつらが、うん、今戸惑ったもんね、打ち合わせと全然キャラが違う芸人たちに。オープニング一発ギャグもらったりすることできますか、まあ、オープニングの一発ギャグとかいただいたりとかできますか、例えばお持ちだったら、お持ちでしたら、本当にやらないで、やらないでここまで来てんのいやいや今な何でもいいからやってって言ったら、何やる、何でもいいよ本当にやってみて、何でもいいから一発やってみて、簡単に絞り出す、じゃあ元気なゲッツ、はい、ゲッツゲッツ、いやいや、人のだ、人のじゃん、なんで人のやんの人のギャグとかボケとかやるのは一番ないよ、すいません、芸人だから、すいません、あのやれる範囲で、ごめんなさい、あの、本当に、はい、タイプがあるんでね、一発すいません、じゃあ、タレミマさんも大丈夫ですか、タレミマさんもよろしいですか、はい、大丈夫です、それでは参ります、では参ります、ブロックでお願いします、料理ブロックいきます、はい、本番、最悪の空気、よーい、スタート、はい、まずは材料紹介にしていきます、何でしょう、まずは合いびき肉が 200g、 合いびき肉、なるほど、ゲッツゲッツしましたガッツ 200g、 そして玉ねぎが1/2、2分の1も用意してくれ、サンキューマスターマンスは大型ありがとうございます、お見せいただいてね、はい、そして卵が3個、卵が3個、はい、なるほど、コマネチさーコマネチ、卵さーん、コマネチ鍋やつ、たけしさんと鍋やつ、よし頑張るぞ、はい、えいえいえい、おーだよ、おーが来ないんだ、ね、それ山田チャーハンっていう後輩の勝負ですよ、誰も分かってない、おい、おいプライドがあるんじゃなかったんだけど、後輩の逆ばっかりやりやがってよ、はい、じゃあ作っていきましょう、はい、まずは玉ねぎのみじん切りをします、玉ねぎっていうのはこちらです、これですかあ、これ違ったわこれトマトですね、これは今日の箸ですよね、今日の箸じゃねえよなあ、だから違うとこ行ったから、ね、違う違う違う、これ今日キュウリは箸なんで、キュウリの包丁であってね、ちょっともっと太いのない、切りづらいよねこれじゃ、ね、違う違う太いのない、違う違うって、まずお前皮を剥かないといけないからさ、誰が言ってんだよ、皮むか、あ、違う違う、キープだね、最悪じゃねえか、OK だから、最悪、最悪、いや、マジで最悪だと思うよ、食べてください、ほんとね、皮を剥くんだ、そうやってまず、そうそう、皮を剥くのよ、こっちはやっとくよ、じゃあ、うん、こっちにあるからね、うん、はい、じゃあそれでみじん切りでいきましょうね、それは皮だね、あ、これ皮か、あ、これ皮だね、これ皮、あ、そっか、皮剥いたのか、これだから、すごい向いたのはこちらになりますちっちゃくなってるね、みじん切り、はい、はい、みじん切りでお願いします、こうやってね、ああそう、指をね切らないようにねやって、うん、慎重にいってるよね、あ、なに、ゆっくりに見える、ゆっくりに見える、超高速でやってんだけど、あ、だったらもっとタン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 ってなんないと超高速でやってんだ、これはセンサーの僕じゃ、早すぎて安いものじゃないんじゃないか、動かないのが、みじん切りね、じゃあ意外とやってるもんね、うん、同じとこずっと同じとこだった、ずっと同じとこだった、おうん、ちょっと難しいねこれね、
あ、OK です。あ、OK です。あ、OK です。OK ですか？差し替えます。差し替えます。見えないな。全然見えないけど、これ できたのはこれですっていうのはあるの？はいはい。結構ボケていただいたんで。あるんだ。結構ここまでボケていただいたんで。この後もっと派手に。この後もっと急に歌ったりとか踊ったりとかそんな感じの。急に歌ったり踊ったりっていうのをもらえたりとかします。まだ、ね、まだあったけど、センスで言ってるから本当に。無茶難題ばっか押し付けないでほしいんだよね。いや無理くりやったけどさ、全然ほとんど後で V あれチェックするからね。使わないでくれっていうところばっかよ。ほとんども使わないでほしいよ。なんかこっからその始まったらイエイイエイイエイみたいな、この元気いい感じでやりたいんですよ。ここから始まったらもう元気100倍ぐらいのもうイエイイエイイエイぐらいのやつがいただけたら。一番いらない。見えない。それはキャラじゃない。キャラじゃないし、パンサーの尾形とか呼びな、それだったら。そうそう、ハツラツ系だよね。若手のやる仕事よ。あ、もう26年目の47歳の芸人がそんな元気なんて痛々しいから。あ、うん、まあ、しっとりといけばいいじゃん。そこは俺たちに求めないでほしいかな。うん、なるほど。うん、ゴー皆川さんみたいなのではダメですかね。うんちょこちょこちょこ。ああいうの俺面白いと思ってないから基本的に。テンションの上で。そうだね。だからこういう。わかりました。じゃあすみません、じゃあやれる範囲でお願いします。はい、じゃあ、5秒前、4、3、2、1、はい、そしたらポリ袋に合いびき肉を入れて、うん、塩小さじ3分の1、胡椒を少々、コンソメ3分の1を入れて混ぜ合わせます。よっしゃー、行こうや。待て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 混ぜようよ。混ぜ立てた3分の1混ぜ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 、おじさん出ましたよ。3分の1混ぜ、おじさんが。やっちゃいましょう。さあ行きましょう。藤田マゼルです。はい、あ、ニコルじゃなすね、はい、藤田マゼルでございます。藤田マゼルでしたから。さあランラップ取ってぐちゃぐちゃ混ぜてラップを出て食べちゃったねえ、はい、出ましたよ。あ、思い出した。俺もこんな気持ちだった。じゃあこれね、便利だね、これやってね。さあじゃあこれで準備完成です。 OK、はい、じゃあ握っていきます。ダメなのよ。あっちゃー、台無しなのよ。やっちゃった。もうダメ。やった。もうダメよ。どっか知ってる。それやっちゃう。やっちゃダメなんだよ。肉肉と 200g。 あ、迎え入れるタイプね。すっごいやり方めんどくさい。まどろっこしい。はい、200g。 はい、200g ですね。お、はい、196、ほぼ200、うんちょこちょこちょこ、ピー、出ましたね。やったやった、出ました。最悪。はい、そうしましたら、こちらに塩をまず一つまみですね。塩一つまみ、はい、ちょっとさっきから嫌な空気があるから、ちょっと盛り塩しとくわ。そうだね、ちょっとね。いや、出た、盛り塩。あ、いるいるいる、こっち側から、何こっち側からいるからね。何がいるの？塩を邪気が。ちょっと俺強いからさ。こいつらあの打ち合わせした割にもうすげえボケんなと思ってるよね。はい、はい、オッケー。はい、オッケー。そしてそうしましたら、うん、こちらを混ぜ合わせます、うん、お、うん、あ、なんかやらしい。なんかやらしい揉み方してますよ。絶対料理番組やっちゃいけないボケ、ね、エロい顔。絶対料理番組やっちゃダメ。見てやってる。やっちゃいけない顔。絶対ダメ。長いね。長い、うん、すごい長いね。はい、OK です。全然来てねえよ。はい、OK です。OK です。だと思うけど、うん、あ、なんか結構ボケていただいた。あ、結構ボケていただいてありがとうございます。いや、見えてないけどね。ほぼ一緒だね。これ、ごめんなさい、焼いたものに差し替えるので、試食のブロックをさせていただいてもよろしいですか。あ、焼くのやんないの。役のあのナレーションベースで、はい、させていただこうか。逆にいいんだ。逆に。何ね、なんか全然。あの、何とかやったけどね。さすがです。ギリギリ。何個かあの中で使えるあるかな。でも全部面白くないもん、ね。使える範囲のことをやったけど。こいつら何言ってんだと思ってるだろうな。失礼します。最低だよ。最低だよ。最終ブロック。あの、もうすぐ
焼けますので、はいはい、試食ブロックになるんですけども、はいはい、試食でボケるのはやっぱ無理ですよ。いらないでしょ。それは無理です。いらないっていうか、あのなんとかね、ボケるっていう、いらないと思う。今までこの料理の工程で、はい、なんとかこう水準以上のね、はい、ボケは繰り出せたけど、はい、水準以上、試食は無理だね、はい、いらないと思う。逆にそれが一番失礼に映るしね。でごめんだけど、うん、あの俺らも一応グルメロケとかいっぱいやってきてるから、はい、そんじょそこらのことをじゃあ驚かないというか、はい、味的に、ね、味的にもだからもう嘘つくの本当に嫌なの。そこは正直に、はい、なら、うん、ああ、ある味だねとか言っちゃうけどいい？最悪だよ。そんなタレントいねえだろ。眉優的な、眉優的なの、いやいやいや、いやない、静香さんのものだし、はい、眉優って言った時に本当に美味しいんだって思ってる人世の中いないよ。いるわ。それはいるだろ。そのった時眉優は出ない。眉優って言おうっていう変換されてるからね、あれは。 そ, う、はい、その時点でもうちょっと邪念が働いちゃってるというか、この芸人面倒くせえな。本当にこの料理を伝えようからそれちゃってるんだね、うん、眉優とか。眉優を言いたいが一番上になっちゃってるわけじゃん、うん、この料理美味しいっていう、はい、それはいろいろ問題あると思う。伝えないんだよね。じゃあ、はい、決め台詞はなしで、なしで、はい、味の宝石箱とか、うん、なしなし。すみません、あのリアルで、リアルで、はいはい、リアルで、で、言え言葉は言いません。はい、わかりました、わかりました。じゃあ、あの試食の準備できたみたいので、はい、じゃあまた。では試食もかで5、4、3、2、1。さあ、ということで、はい、とろーり半熟ゆで卵 in ハンバーグ完成です。いや、美味しそうですね。じゃあ早速いただいていきましょう。はい、きましょう。これからいきますか。これまず包んで食べる感じ。違う、いや、ボケなんじゃないの。違うの、これ食えるもんじゃねえ。即ボケ、即ボケ。違うの、さ明らかに陶器が入ってるでしょ。陶器が、これを食べれないでしょ。あんまりやめて。一番世界一汚い指だよ。世界一汚い指なんですよ、彼。うーわ、やられた。これを使って食べるの、はい、あーやめて。世界一汚い手のひらだから。やめて。ダメ。自分で使って。自分で使って、うん、じゃあ、いいっすか。はい、じゃあ、リアル路線の、リアル路線の試食。さあ、お味の方は、気になるお味の方はどうでしょう。いただきます。はい、あ、崩れちゃった。ちょっとしか食べない。眉優。眉優なんですけど。眉優言うんかい。眉優。眉優。そんな言い方してねえんだよ。なにこれ。全然食ってねえじゃん。もう口の中で消えるというか、ふわっと溶けるというか。うん、だって食ってねえもん、ほとんど。味がしないというか、味がしない。ちょっとさ、ソースが口入っただけだから。ああ、そう。よくあそこまで言えたよ、マユって。生き生きしてんな。行きましょう。レタス。味の野菜箱や。出た。変な箱出た。味の宝石箱も違う。変な箱出ました。味の野菜箱です。これは。せっかくですからね。そうだね。その備え付けの。まずかったら文句でしょ。まずかったらうまいって言わない。うん、あ、半端ねえ。いや、もち客。半端ねえ。まあ、まあ、一番安いやつ。大迫選手のやつをパクってます。ちょちょ、俺が元祖なんだよ。流行ったからね、一時に冬の選手権でさ。俺が言ったの滝川にこうだっけ。俺が言ったの滝川半端ねえって、大田区半端ねえって俺が言った。俺が言ったのはあの子たちが真似してたのよ、うん、俺が最初なのよ。すげえちゃんとやるじゃん。あ、ちょっと待って、どうした。ほっぺた落ちてない。探そう探そう探そう。美味しすぎてほっぺた落ちちゃったかもしれない。ほっぺた落ちちゃったかもしれない。大変なことだ。大変なことだ。大変なことだ。ある。あったあった。なんだよ。心配したぞ。いや、美味しすぎて落ちちゃった。心配したぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。結果的に長尺すいません。あ、立沼さんとも初めまして。はい、初めましてですね。初めまして。なんだか分かってます。はい、あの、え、何が、え、いや、はい、こんな番組ないんですよ。え、どういうことですか。おかしいんだよ。こんなタレントいないから。こんなめんどくさいタレントいないから。おかしいでしょ。おかしいでしょ。やめてよ。だけやめ、受け入れるのやめてよ。トータルテンボスのお二人やっててどうでした。一回一回戻されるのすげえ難しいですね。
マジでやっちゃってた手前ね。そう、突っ走りゃいいんですけど、やっちゃってた手前、途中もう一回、うん、ちょっともうやれねえよってまた言うのがめっちゃむずいです。大村さんのたまたま出たけどが面白くなっネットで話題のバズりクッキング、次回もお楽しみに。お楽しみに。ハンバーグ、スピルバーグ、僕の頭バグ出たバグラーメン、つけ麺、僕アホ麺はい、OK です。いやもう出たけど、そうだけど、たまたま。ありがとうございます。出たけど。